すごいこの肩幅が結構狭くなってますよね。うんうん、耳と肩の距離が詰まってるし、うんうん、多分結構日常的に力が入ってますよね。うん、指も今ちょっとこわばってる感じがありますよね。ホキホキ言うし、なんで日常的に、はい、あれなんですかね、その力が入っちゃってるって。力が入る理由ですか。はい、考え事をしてるとか、イライラしてるとか。ああ、はいはい、まあ、イライラしてなくもないわけじゃないです。まあみんなあることなんじゃないですかね。でもまあうまくそれをなんか出せる人と出せない人がいますよね。呼吸が浅いとか。ああ、そうかもしれないな。睡眠が浅い。あ、睡眠も確かに浅いですね。で、あともあれなんですよ、一回そういう人になっちゃうと、うん、もうそう力の抜き方を知らないというか、はいはい、力が入ってることが普通になってるので、はい、で何が あってもなくても結構普通にいつも体が硬いっていうか、はいはい、あとなんか調子が悪い人は体が硬くなりますね。やっぱり痛いからリラックスできない。うんうん、鼻が詰まってるとか、はいはい、そういうことでもやっぱ呼吸がスムーズにできなくてこうイライラしたりとかしますし、うんうん、はい、まあ、いろんな理由で、はい、なりますね。うん、痛いっす。いや、めっちゃ痛い。そうですね、まあ、固まってます、ね、めっちゃ痛い。はい、いいね。硬いですね。はい、詰まってるの。あー、痛い。硬いですね、すごく。すごく硬い。すごく硬いですね。痛い。すごい詰まってますね。息大きく、はい、止めない。多分なんか日常的に止まっちゃうんですね。息吐いてください。痛い。いやー、さっきより動くようになりました。うん、じゃあ両膝曲げてください。はい、はい、浮いてください、足は。はい、体硬いですよね。硬いっすか。すごい硬いと思いますよ。
なんでですかね。動かないからじゃないですか。行って、はい、めちゃくちゃ痛い。はい、硬いですね。はい、動かしてないわけではないんですけどね。動かし方が偏ってるんですか。まあ、そうかもしれないです。足とかは結構普通に動かしたりはしてるんですか。足勝手に伸ばさないでください。曲げといてください。はい、いや、痛いのは曲げてる方が楽ですよ。伸ばすともっと痛いですよ。ああ。吐いてください。こっちの足投げますね。うん、中入れますよ。はい。はい、息吐いて。あ、痛い。痛いっすね、これ。はい。これだいぶここら辺緩んで痛くないんじゃないですか。全然痛くないです。はい、うん、痛いですよね。痛い。足いつも張ってますよね。そうです。はい、あ、痛さは全く感じないですね。はい、痛みも減りましたかね。もう痛くないです。はい。こっちも入れますよ。はい。はい、大丈夫ですか？うん、大丈夫です。はい。ちょっと痛い。はい、
痛いです。息吐いてください。大丈夫ですか？大丈夫です、はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。シェアとかコメントも嬉しいです。よろしくお願いします。See you!